ラケットを握った徳王が家内最高顧問を前衛に据えて奮戦しています。これは先ほど毛郷の張家口に開かれた第1回全蒙古体育大会における珍しい姿。この大会には昨年の東亜大会で我が国にもおなじみの蒙古相撲をはじめ数々の体育絵巻が展開され、全蒙古から馳せ参じた若人たちが新蒙郷建設の意気を示しました。